汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。指導というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。我が望みは恨みを晴らすこと。血をもって生死、名誉を得るのだ。では己が欲のみを満たすのじゃな。弱さとの決別は欲ではない。ではこれまでのお主を全て捨てるというのじゃな。
またしてもまばゆい幻。欺かれは攻めぞ。読み。前に進むことができようぞ。が過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を探しておる。のごとき浅ましき地にありても、この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。
わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。黄泉が許すならばじゃ。気持ち早道などありえぬ。妻との再会を望むのであれば。ならないぞ。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらなる欺き。
まやかしじゃ。駆け引きは皆空虚なり、斧が力で生への道を切り開き、全てを奪い返さねばならぬ。うんぼりおって、なすのじゃ。未熟な肉をもてあそばれて。幻は見飽きた。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。
我はあのようなものではない。ならば我らは何じゃ、ヒロキ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げね、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生、我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後なる。行くのじゃ。